はい、Hello everyone。 どうもこんにちは、ジョニーです。お久しぶりです。やっとね、気温も少し涼しくなってね、秋っぽい季節になってきたんですけれども、皆さん元気にお過ごしでしょうか。今日はですね、以前ね、やってます、以前からやってます、私のギターを紹介しますコーナー、今回はね、このセミアコを紹介したいと思います。これはね、ギブソンの ES345 になるんですけれども、まあオールドではないんですが、2016年製のギブソンカスタムショップ製になりますね。でこれメンフィス工場で作られたやつみたいで、今メンフィス工場ってなくなっちゃったみたいなんですけども、これはね、新品で買いました。2017年の確か9月ぐらいだっけかな、お茶の水のね、駿河台下にね、黒沢楽器があるんですけど、そちらでこれを新品で購入したんですけれども、そうですね、あの時はね、なんかもう無性にこのチェリーレッドのセミアコが欲しくなっちゃって、もう欲しい欲しい病にかかっちゃってね、もう本当いても立ってもいられない感じで楽器屋さん見たりしてて、あとネットでねチェックしたりして、それでどうやらね、ギブソンの345がね3本、お店にあるみたいなんでね、見に行ったんですけれども、全くこの同じギターが3本ありましたね。でね、黒沢楽器さんはね、他にもまあ黒の355とか、まあチェリーの355とかね、あと335とかいっぱいあって、ほんと目移りしたんですけれども、でもね、どうせ買うなら昔から憧れてるこのあれですよね、335だとちょっと自分的にはちょっと地味なんで、このチャックベリーとかね、フレディキングが弾いてたこの板羽付きの、このいわゆるロングバイブローラーっていうんですか、このマエストロ、この金色のね、このアームがついたこれがいいなと思って、まあ345を手に入れたわけなんですけど、あとこのスイッチがついてるんですよね、バリトンスイッチっていうんですか、これがね、まあ6段階チャンネルがついてて、バリトンスイッチって、この1だと普通の通常の音で、この2、3、4、5、6って音をスイッチを上げていくと、どんどん低音がカットされるっていう仕組みになってるんですけども、まあ、俺はあんまこれ実際にバリトンスイッチは使ったことあんまないんですけど、例えばね、昔のリズム&ブルースバンドとかだとね、このスイッチを少し使って、ソロを弾かないでバッキングの時はこのスイッチを少し数字上げて、低音カットした音でバッキング弾いてみたいな、なんかそういうことをやってたみたいなんですけども。そうですね、でこのギターのじゃあスペック紹介しましょうか。これは345なんで、ネックがローズ指板になるみたいなんですけれども、そうですね、でペグはこのままで、この、クルーソンタイプっていうんですか、この2コブのクルーソンがついて、でピックアップもうギブソンオリジナルのピックアップ、これどうやらね64年の ES345 のリシューみたいなんですけれども、で、このブリッジが、このブリッジのコマのとこが金属じゃなくて、これナイロン製なんですかね、になってますね。ここが特徴で、それでね、まあロングバイブローラーついてるんですけど、マエストロが、買うときね、ここのアームがこのロングバイブローラーじゃなくてビグスビーアームがついたものもあったんですけど、ちょっとどっちにしようかなってちょっと悩んだんですけどね、こっちの方がやっぱかっこいいかなと思って、もう機能というよりもただの見た目でね、選んで買ったわけなんですけれども、でもまあそこもね大切かと思いまして、でね、コントロール関係だけこれ改造してまして、普通ね、これ見てもらえると分かるんですけど、スイッチが一番自分のこの手元についてるんですよ。でスイッチがここについてて2ボリューム2トーンなんですけど、実際に俺ボリュームをよく使うんで、ここにスイッチがあると
スイッチが邪魔しちゃって面倒なんで、スイッチの位置をもともとこのね、ボリュームがついてたところに、このスイッチを移設しまして、で代わりにこのスイッチにあったスイッチがあったところに、マスターボリュームをつけてます。で普通、もともとが、2ボリューム2トーンだったのを、1マスターボリューム、1マスタートーン、でフロントのボリューム、リアのボリュームっていう風に改造してますね。まあ、いわゆる俺のファイヤーバード以前紹介したと思うんですけど、ファイヤーバードとかのコントロール関係と同じような形に、してますね、そんな感じかな。それでこのギターね、買ってから1年ぐらいしたら結構ケースに入れたまんまで実際あんまり弾かなかったりしたんですけど、買ったものはいいのの、なんか満足しちゃって、実際にあんまりライブでとかも使用しないでケースに入れたままにしてたら結構ネックが順ぞりしちゃって、で2回ぐらい黒沢さん持ってってこれ調整してもらったんですよね。かなりな感じで順ぞりしちゃって、もうちょっとやばいかなって感じだったんですけど、今なんとかまあ調整してもらってなんとか弾ける状態になってるって感じですね。まあこれからもね、どんどんね機会があれば弾いていきたいと思います。でまあね、なんでこのね345をね、まあ、買ったかっていうと、やはりね、まあ、ちょっと自分の345の憧れたちょっといきさつをまあちょっとお話しすると、まあなんて言ってもチャックベリー、やっぱねチャックベリーがまあYouTube でも映像いっぱい上がってますけども、この345のこの形を弾いてるたりとか、あとは355、もう一つねグレードの高い355を弾いてる写真、映像とか写真をね昔から見ててね、かっこいいよなって。でやっぱね、どうせセミエコギブソンを買うならチェリーレッドがいいなってずっと思ってたんですよね。まあキースの使ってる黒とかもすごいかっこいいなと思うんですけど、やっぱりチェリーだよなって思って憧れてました。であとね、俺ブルースマンでオーティス・ラッシュがすごい大好きで、まあもう亡くなってるんですがね、オーティスさんがやっぱこのサウスポーなんですけど、この右利きのギターを逆さにしてね、このバリトンスイッチをついてるこの355とか345を弾いてて、これすごい憧れてたんですよね。であとやはりフレディさんはね、もろこの345を弾いてて、58年だか59年製のを持ってたみたいで、ここのね角の形が年代によって微妙に角の大きさが違うんですけど、これはちょっとねどっちかというと角が小さめなんですけど、フレディキングのやつはねもうちょっとこの角がねちょっと太いんですよね、丸っこいっていうか。まあミュージシャンでいうと、あとはね、まあポール・バターフィールド・ブルース・バンドの、まあ、ギタリストのエルヴィン・ビショップとか、もうね345弾いてて、ね、すごいかっこいいなと思います。あと最近の若手だとマーカス・キング、あの白人のマーカス・キングも、345で確か弾きまくってますよね。そうですね、まだまだね俺も全然ギター上手くないんで、このギターをね弾くのにねふさわしいぐらいね技術上達できればと、思ってます。じゃあね、今日のね動画はこんな感じになります。そうそう、 YouTube のねチャンネル登録、おかげさまでね少しずつ増えてますんで、またねチャンネル登録の方まだしてない方ぜひ、登録よろしくお願いします。それじゃ次回もまたねギターの紹介もしたいと思ってますんで、ご期待ください。それじゃあどうもありがとうございました。バイバイ、イエーイ。